30までに人生を変えれないと、それ以降 90% は人生変わりませんよって聞いたんですよ。ハロー、こんにちは、えつこです。本日もご視聴いただきありがとうございます。なんかね、台風来てたんですか？私全然知らなくって、この間聞いて、え、そうやったみたいな感じで、まあ、全然ニュース見ないとね、こういう感じになるんですけど、まあ、何も困ってないので大丈夫ということですね。ですね、今日皆さんにシェアさせていただきたいのは、2人の自分という、ね、お話をしていきたいなというふうに思うんですよね。で、2人の自分っていうのは、まあ、要は自分の中に2つの意見があるというか、まあ、2つの考え方があるって言ってもいいと思うんですけれども、この要は2人の自分ということで、まあ、内面のお話になるんですよね。で、これをね、知っておくと、ご自身が夢を実現するとか、なんか人生をもっともっと肯定していきたいっていう時に、どういう基準で選んだらいいのかっていうことがね、きっと分かっていただけると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、私のチャンネルでは皆様の運気アップや人生好転に向けて様々な内容を配信しています。潜在意識や脳科学の知識を組み込んで多面的にお話していますので、ぜひチャンネル登録してください。はい、では本題いきたいと思うんですけれども、まずね、ちょっと皆さんに質問から入りたいと思うんですね。2つの提案をしますんで、自分はどっちかなっていうのをちょっとね、考えてみてほしいんですよ。まず一つ目が、要は私たちは無限の可能性があって、人生は何歳からでも変えることができる、これが一つ目なんですね。で、二つ目、こちらは、いやいや、人生はね、そうは言ってもやっぱり若い時にはね、人生をどんどんね、激変させていきやすいけど、年齢を重ねれば重ねるほど実際は難しいですよねっていう考え方。はい、皆さんどっちですか？はい、1番と思った方もいるし、2番と思った方もいると思うんですよね。これ別にね、絶対的な正解っていうのはないんですけれども、まあ、私の見解としてはどっちも正解っていうことなんですよね。あれ？そうなんですか？みたいな。え、1番じゃないんですか、悦子さんって思うと思うんですけど、だって皆さんどう思います？年齢重ねれば重ねるほど、やっぱり成功していく方って少なくなってるのは事実じゃないかなっていうふうには思うんですよ、私は。うん、やっぱり本当に世界的に今成功されてる方って、もう結構10代の時から優秀だったりとか、もう10代で起業したりとか、20代で起業してとか、もう30代には世界に羽ばたいてるみたいな。あ、じゃあやっぱ年齢関係あるのかなって、まあ、思ったりすると思うんですよね。で、それはね、そうかなって私も実際は思っています。で、これは何でかっていうところなんですよね。人間はね、もう無限の可能性があって、いつからでも人生を変えれますよ。で、私たちもそれ聞いてね、そうですよね、私たちっていつからでも人生変えますよねって思うんですよ。そしてその後何かしましたっていうところなんですよ。この言葉を聞くとね、私たちって甘んじてしまうっていうところがあるんですよね。あ、そっか、いつからでも帰れるんやったら、じゃあ明日からしようみたいなね。いや、だって基本的に私たちって怠け者じゃないですか。じゃあ絶対そうなりますよね。うん、ということで危機感がないんですよ。だから変わらないというね、ことになってる。それだけなんですよね。そしてね、このね、冒頭でお話しした2人の自分っていうことなんですけれども、これは、まあ、簡単に言うと、過去の自分なのか未来の自分なのかっていうところなんですよね。ちなみにどっちも幻想なの分かりますか？え、幻想みたいな。だって今私、過去の私でもないし、未来の私でもないですよね。ということは幻想ですよね、これ。未来はなんか幻想って言われたら、あ、そらそやなって思うと思うんですけど、なぜ過去が幻想かって言いますと、まず今私、過去の悦子じゃないじゃないですか。だけど、なんで幻想と思えないかっていうと、記憶があるからなんですよね。
だから私は自分の自我っていうのがあるわけですよね。これが好き、これが嫌いとか、これはおかしい、これは当たり前とか、なんかいろんな判断基準がありますよね。でこれで要は判断してきてるのが、まあ、自我で、私の過去の記憶なんですよ。でこれは今の私じゃないですよね。過去の私だけど今じゃないんですよね。だけど記憶があるがためにそれをずっと引きずってきてるんですよ。でこれをね断ち切りたいんですよね。っていうかこれ断ち切らないとはっきり言って未来に行けないんですよね。うん、ということで、まあ、私が聞いたのはね、30までに人生を変えれないとそれ以降 90% は人生変わりませんよって聞いたんですよ。えみたいな感じじゃないですか。あれ人生っていつからでも変わるんじゃなかったのみたいな。そしてさらに言うと40を過ぎると 99.9% は人生変わりませんよっていう風にね聞いたんですよ。でもすごいショックじゃないですか。やっばみたいな感じで、そこでいやいやいやもう 0.1 に入りますよ私ってなるか、いやもうやっぱあかんね私と思って諦めるかなんですよ。でこれも自分で選択していいんですよ。どっちでもいいんですよ。でどっちがいいとか悪いとかもないんですよ。ただしそれぐらいなんていうの、焦る必要はあるってことなんですよね。うん、だからやっぱり人生がどんどん固定化していきますので、そうなると変えようと思ってもなかなか変わりづらいんですよね。なぜかというと過去の自分が邪魔するからなんですよ。だからこれさえなくなればこっちにひょいっていけるんですよ。だからそれをしてもらうために、まあ、私が提唱している断捨離であったりとか人間関係もそうですし、まあ、そういういろんな概念だったりとか自我っていうのをなるべくまあ小さくしていくとか書き換えていきましょうっていうことをまあお伝えしているわけなんですよね。だからこの常に未来と過去の自分っていうのが綱引きしていくんですよ。やっぱり40を境にもう諦めモードに入るじゃないですけど、人生ってこんなもんよねみたいな、だって私の周りに大成功してるし別におらんしみたいな感じで、うん、こんなもんかって言って諦めながら心の中で諦めきれずに過ごしていくんですよ。でそれってものすごいもったいないことで、変われるんですけど、あそれぐらい、要は 99.9% ぐらい人って変わらないんだってことをまず知ってほしいんですよね。変わりたいと思ってないね本心が。でも本当の自分ですよね。もう本当の奥底の自分は変わりたいんですよ。でここの声を聞いてあげるかどうかっていうところにもなっていくと思うんですよね。ですので、まあ、この2つの自分が綱引きを常にしているっていうことで、どっちが勝つかで過去の自分を維持しながら生きるのか、もうこれを捨ててこっちを選んでこっちに行くのかだけということなんですよね。だから人生ってもう これが思った通りだって言ってるんですよ。ただの願望を描いてなんとかなったらいいのにじゃなくって、あ私こうなるって決めたんでって言ってこっちスパッと切っていくっていう感じなんですよね。はい、いかがでしたでしょうか。また質問や感想ありましたらコメント欄活用してみてください。また今日の動画がちょっとでもいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録で応援していただけると励みになります。じゃあ今日の動画のまとめ。常に私たちは2人の自分が綱引きをしているってことですよね。未来の自分と過去の自分っていうことなんですけれども、綱引きしてどっちが勝つのか。で、私たち未来の自分勝たせたいじゃないですか。やっぱ良くなりたいってこっちの方勝たせたいですよね。じゃあそのためにはこっちを今切り捨てていく必要があるんですよね。でその時にやっぱりこの40を境にまあもう35って言ってもいいと思うんですけど、これを境に結構こっちの過去の記憶がね積み上がっていくのが多くなってくるんですよ。そしてやっぱね、なかなかねこっち捨ててっていうのができなくなってくるってことなんですよね。まあただそれだけっていうことで、本当に未来の自分を選びたいんであれば、ぜひねスパッとこの過去の自分を捨てる練習、まず断捨離からやってみてくださいということでした。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 See you!